ティファニー・アリアナ・トランプはアメリカ合衆国のインターネットパーソナリティ、歌手、モデルである。彼女は第45代アメリカ合衆国大統領、ドナルド・トランプと彼の2番目の妻で女優のマーラの娘である。フロリダ州、ウェスト・パームビーチで生まれた。彼女はドナルド・トランプとマーラ・メイプルズの唯一の子供である。名前は宝飾品ブランドのティファニーから取られた。 高校を卒業するまでカリフォルニア州に住む母親によって育てられた。カリフォルニア州カラバサスのビューポイントスクールで教育を受けた。ペンシルベニア大学で社会学と都市研究を二重専攻して学び、2016年に卒業した。2017年にはニューヨーク大学ロースクールのクラスを調校した。2014年ペンシルベニア大学在学中に シングル曲、ライク、エーバードを発表した。防具のインターンとして働き、2016年のニューヨークファッションウィークにおいてアンドリュー・ウォーレンのショーでモデルデビューした。2016年共和党全国大会におけるティファニー・バロン・メラニア・トランプ・ティファニー・トランプは共和党の一員としてペンシルベニア州で投票するために登録している。 2016年アメリカが衆国大統領選挙では他のトランプ家の人々と一緒に父親の応援キャンペーンに参加した。彼女は2016年共和党全国大会で講演した。スピーチの際、ティファニーは自身の不慣れな状況について以下のように発言した。私は少し緊張しているかもしれませんが許してください。2ヶ月前大学を卒業した時、 今夜ここで国民に語りかけることになるなど決して想像していませんでした。私は教室で学生の前で数回スピーチをしたことはありますが、アリーナで1000万人以上の人々に見られながらスピーチをしたことなどないのです。彼女はインスタグラムに2016年時点で46万人のフォロワーを獲得している。彼女の投稿には自分の写真の他に ロバート・カイ・ケネディ・ジュニアの娘・キーラ・ケネディ、画家・アンリ・マティスの孫娘・ガヤ・マティス、マジック・ジョンソンの息子、E.J. ジョンソンなどといった著名人の相続人が頻繁に登場する。写真はアンドリュー・ウォーレンが編集したもので、ニューヨーク・ポストはインスタグラムの豊かな子供たち、ニューヨーク・タイムズとニューヨーク氏はスナップパックと名付けた。ありがとうございます。